日韓の歴史問題っていうのは、私が日本人だから言うわけじゃなくて、もう韓国側の反日教育がずっと反日教育で国内を固めてきたという歴史、昭和20年日本が戦争に負けた時からあるので、これなかなか覆すのは大変ですよね。反日っていうとみんなまとまるっていうところが残念ながらあるので、それを今の政権はなんとかしようということで、徴用工問題に関しては日本から金を取らずに韓国内の財団でやるというような、あれはかなり向こうにしてみれば最大級の譲歩で、だからまあ日本は受けた方がいいと思った、私もそういう意見言ったんですが、この歴史問題に関してはまあ50年100年かからないと僕はダメかなと思ってます。ただ向こうでも最近あまりにも日本を悪人にする教育は良くないんじゃないかっていう反省がポツポツと見えてきてるんで、友情ペイドスタートです。